高校生になって投稿した漫画が本当に初めてのストーリー漫画でそれは本当に絵柄は池上先生を目指して <laughs> 全然違うんですけどでもまあそういう感じの絵で描いてましたね。で描きながらいろんな先生の影響がとにかくどんどん入って。 来るんでですよでその度に、まあ、微妙に絵柄は変わるんですけどそうだなでも基本にあるのはやっぱり手塚先生なんですよねそもそもが。まあ,あとは石森章太郎先生もちょっとこう混ざってますはい。